らしいですね。今日は、初めて、これ名鉄線だねに乗ります。ここは名古屋から一駅なんだけども、幕までブラブラ歩いてきて、熱田神宮の方へ行く予定です。名鉄線面白いね。なんか各駅がこういう座席なんだね。向こうが JR かな。JR は熱田っていう駅なんだね。改札を出てきました。大変立派な駅ですね、これ名鉄線ね。正面がもう熱田神宮ですね。こうちょうど神宮の脇から入るような感じなんですかね。本殿はこっちから行くようです。開放ですね。鉄製法一門武一世、江戸時代末期ですね。おお、すごいな。すごい綺麗ですね。神宮に参拝してまいりましょう。あ、ここで手洗うのかね。あら、なんかすごい神木だね、これね。石が植えたという伝説のオークスの木です。さなぎの御剣を祀ると言われてるんで、もうすでには刀がたくさん奉納されてて、それを展示してありました。なんか刀がたくさんあるんで、毎月15日に展示を結構入れ替えてるらしいんですね。で、まあ、今回見たら、まあ、合算鍛冶っていう出羽の国の、まあ、刀鍛冶のやつと宗州ですね、まあ、正宗とかで代表される宗州鍛冶の刀が
主に展示されてました。あと虎徹の刀も一つありましたね。虎徹はね、あの国立博物館にも一振り展示してあって、まあ、それも見事でしたけども、あと曹州の刀ってね、あんまり見る機会がないんで、それも国立博物館にある政宗とかねなら見たことあるんですけども、政宗以外の曹州の刀ってあんまり他の博物館行ってもあんまりないんですね。ということで、これが本殿ですかね。こういうタイプは、タイプの神社って、あの建物をですね、伊勢神宮と同じような形ですね。素晴らしいですね、これ。これをまたお参りしていきましょう。あっちが本殿みたいですね。まあ、なかなか関東にこういうタイプの建物ってあんまないですから珍しいですね。はい、無事に参拝を終えて、雨も止んできました。すごいとこだね。でもこう伊勢神宮みたいな、さっきの宝物館かな。ここが信長兵衛だそうです。すごいですね。昔の東海道はこの辺から桑名までは船で渡ったそうです。まあ、今と違って長良川だとか揖斐川だとか橋もなくて、まあ、埋め立てもされてなかったから、ここへ渡るのは大変だったんでしょうね。もうなんかいろいろ拙者が一天神社、すごいなこれ。男社、これなんか出雲大社みたいなこういうのがありましたね。あ、なんかテレビで見たことあるけど、もう作りがあの伊勢神宮と一緒ですね。常の神社、日永神社、ここが松田神宮から歩いてきて、ちょっと歩いた JR の熱田駅です。ちょっとあの名鉄と比べちゃうと寂しいけども、まあしょうがないね。まあ人力で歩いていきましょう。